次に宮本武史君。日本共産党の宮本武史です。2010年から民主党政権が実現した高等学校授業料の無償化法案は2010年の通常国会に提出され、3月の5日から党委員会で審議入りをいたしました。3月12日には民主党無所属クラブ、公明党及び日本共産党の3会派共同提案により、3年後見直しを内容とする修正案を提出し、それも含めて本院で修正可決となったものであります。その点ではいわばですね、成立した法律には私も与党的立場で責任を負っております。あれから3年経って、よもやこのような授業料の不徴収を廃止をして再び授業料を復活させるような改悪案が政府によって提出されるなどとは夢にも思ってはおりませんでした。まずそのことについて確認をしたいと思うんです。現在7割の高校生が学ぶ公立高校では、授業料の徴収について第3条でどのように書かれておりますか。前川初等中等教育局長。現行法の第3条におきましては、学校教育法第6条本文の規定にかかわらず、公立高等学校については授業料を徴収しないものとすると記載ております。委員長、宮本武史君。この第3条の授業料の不徴収という規定は、改正案では一体どうなるかお答えいただけますか。前川初等中等教育局長。今回の改正案では、公立高等学校の授業料不徴収制度の廃止を行い、私立高等学校と同様に就学支援金制度とするということで、制度の一本化を図るということにしておりますので、現行法の第3条は削除することになっております。宮本武史君。今回の修正案の最大のポイントはここなんですね。少なくとも公立高校には2010年度から導入されている授業料の不徴収、すなわち授業料無償制度をなくし、有償制に戻すという中身なんですね。で、しかし文科省自身ですね、この間多くの国で後期中等教育を無償としており、高校無償化は世界的にも一般的なものとなっている、はっきり認めてきたはずであります。そこでこれも文科省に聞くんですが、 OECD 34カ国で公立高校の授業料を徴収している国、していない国はそれぞれ何カ国になっておりますか。前川初等中等教育局長。文部科学省におきましては、 OECD 34カ国の授業料徴収状況の詳細につきまして、網羅的には承知しておりませんが、イタリアや韓国など一部の国では授業料を徴収しているものと承知しております。委員長。宮本武史君。先ほど31カ国は不徴収であるという答弁を別の質問者にしておられたように思うんですが、まあ、3カ国が徴収ということは、34カ国から聞けば31カ国が不徴収と。今日は資料の1にですね、私が国立国会図書館で、調べていただいた結果の一覧表を、付けておきました。資料1を見てください。有償の3カ国というのはどういう国か。イタリアでは年間授業料が15ユーロとされておりますから、日本円に換算すれば年間わずか2000円と。これはイタリアです。韓国では約145万ウォン、日本円で11万6000円の授業料が徴収されてきたんですけれども、実はここに、7月31日 KBS ワールドのニュースを記事を持ってまいりましたけれども、韓国では来年から高校の授業料の無償化を段階的に進めていくことになりました。これはパク・クネ大統領が昨年末の大統領選挙の際に公約した政策の一つで、大統領府、青瓦台と与党セヌリ党が30日に合意して決めたものです。それによりますと、来年から僻地所在の高校の授業料を無償化した後、2017年までに全国の高校にまで拡大することになっています。いよいよこれから韓国もですね、全国的に授業料は不徴収と無償と、こうなっていくわけですね。スイスという名前がある。これは三角形になっておりますけれども、これは有償は一部の州であって他は無償ということになっております。国際人権規約でもこのことが確認をされております。
社会権規約の13条2項 B には、中等教育はすべての適当な方法により、特に無償教育の全身的な導入により、一般的に利用可能であり、かつすべての者に対して機会が与えられるものとすること、こういう条文が掲げられて、まあ、教育は人間が人間として生きていく上で不可欠なものであり、子どもたちが学ぶことは社会の財産であるという、まあ、こういう理念がですね、国際人権規約でも示されているわけです。これは文科大臣に再確認しますが、日本はこの条項を承認しておりますね。条項を承認しておりますね。この条項を承認しておりますね。国際人権規約13条2項の B は承認しておりますね。下村文部科学大臣。失礼しました。ちょっと語尾がよく聞こえなかったものです。承認しております。委員長。宮本武君。そこで外務省に今日は来ていただいておりますので確認をしたいと思います。この経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約13条2項 B の特に無償教育の全身的な導入により、まあ、ここに日本政府は拘束されると、すでに外務省はホームページでも書いておられますが、この無償教育の全身的な導入によりという場合の無償教育の意味とはどういうことか、授業料無償がこの中に含まれることは当然だと思うんですが、外務省お答えいただけますでしょうか。外務省山崎大臣官房参事官。ご指摘の経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約におきまして、無償という文言が使われておりますけれども、これは授業料の不徴収の意味であるというふうに解しております。委員長。宮本武君。社会権規約委員会が1999年に採択した教育権に関する一般注釈第13号および11号というものがありますけれども、この中にですね、この授業料の教育の無償教育ということの中身についての詳しい注釈が与えられているわけですね。フィーズ、授業料はもちろん私学の施設設備費などその他の直接的経費も権利享受への行動抑制につながるし、その実現を危うくする。それらはまた実際にはしばしば対抗措置、リグレッシブとなる。それらの除去は要請された行動計画で記述されなくてはならない問題である。つまり、授業料及び直接的経費もですね、これは除去されなければならないと。それは行動計画でちゃんとどうなくしていくかを記述されなければならないと。そこまで、このゼネラルコメント、一般的注釈というものは、はっきりと述べているわけですね。ですから、これも外務省に改めて確認しますが、少なくとも授業料の無償化を進めるという拘束を日本政府は受けていると、これは間違いないですね。外務省山崎大臣官房参事官。ご指摘の社会権規約第13条に2項 B に、付されております無償教育の斬新的な導入という規定がございますが、我が国はそれに拘束をされております。宮本武君。斬新的導入ですね。昨年の9月、日本政府は実に33年ぶりにこの国際人権規約13条2項 B、まあ、C も合わせてですけれども留保を撤回いたしました。しかしその翌年にはですよ、たちまち無償制度を廃止をして有償に戻すと。大臣、これはいかにもおかしい話だと思いませんか。下村文部科学大臣。まずOECD 諸国のようにですね、我が国においても教育の無償化、これは高校だけではありません。大学教育まで含めてですね、これから前進的に目指していくべきことであるというふうに思います。まあ、その上でですね、よくお分かりになってのご質問宮本委員はされているわけですけれども、これは公立高校についてはですね無償化ですけれども、私立高校については無償化になっているわけではないわけですね。それでも今回この国際人権英規約第13条、これについてですね、
民主党政権になってから人権規約として締結をしたという理由はですね、この中等教育はすべての適当な方法により、特に無償教育の前進的な導入により、すべてのものに対して機会が与えられるものとすることという規定のもとで、まあ、この方向性に取っている、この方向性に沿っているということで、今パーフェクトの無償化ではないけれども、しかしこの方向性に沿っているということであるわけですね。で、同じように今回の高校授業無償化の所得制限の導入についてもですね、これは教育負担の軽減に努める方向で維持され、かつ実際の施策が中長期的に見てその方向に沿ったものであると認めるものであれば、人権規約に違反するものではないわけでありまして、むしろ我々は今回の見直しについては文部科学省としてより効果的に本制度を実施する観点から現行予算を活用し、低所得世帯への支援を重点的に行う等の改善を行うものであり、これは人権規約の趣旨をさらに前進するものであるというふうに考えております。委員長、宮本武史。低所得家庭の援助を手厚くすることに大賛成ですよ。あるいは給付制奨学金の議論がありましたけれども、我々だって求めてきたわけですね。ただ今回の法案はですよ、授業料の不徴収となっていた公立高校から徴収するというふうに、復活をさせたということを私は指摘をしたわけでありまして、でさあ結局ですね、高校生支援の予算の枠を増やさないという、こう狭い土俵でですよ、こっちを削ってこっちへ回すという議論をやるから、まあ、そうなるわけですよね。だから私は改めてここで問われるのはですね、政府と子どもたちとの間の約束ですよ。そもそもこの制度に踏み出したときに、一体政府はどう言ってですよ、この制度を、始めたか。皆さんの手元にこれも資料をつけました。2枚目です。これはですね、公立高校の授業料無償制を導入したとき、文科省が全高校生に配った、チラシの、これは表面、表紙なんですね。社会全体であなたの学びを支えます。家庭の状況にかかわらず、高校生等の皆さんが安心して勉学に打ち込める社会を作るため、国の費用により公立高等学校の授業料を無償とし、家庭の教育費負担を軽減しますと。これ実はですね、今でも文部科学省のホームページ開けりゃこれ掲げられてますよ。子どもたちとのね、この約束を保護にする結果になることが、子どもたちに悪影響を及ぼすっていうこと、大臣、そうお思いになりませんか。下村文部科学大臣。まず、まあ、現在のホームページに載っているというのは、これは法案がまだ改正されて成立しておりませんから、それまでは載っけるというのは、これは文科省としては、まあ、当然のことであるというふうに思います。で、社会全体であなたの学びを支えますという見出しはですね、これはもうその通りだと思いますね。これは全く変わっておりません。ただその中でですね、この何行目かのところの公立高等学校の授業料を無償とし、まあ、ここだけが変更になると、まあ、それ以外は全く変更ないと、まあ、いうことでございまして、もちろん財源がですね、あれば、それは現行制度にのっとってさらに低所得者層に対する厚い支援や公私間格差を是正する、あるいは給付型の奨学金もさらに導入するということを当然したいと思っておりますが、まあ、残念ながらトータル的な我が国における今の財政状況の中では、今の限られた枠の中で改正案を提出するしかないという段階であるということについては、ぜひご理解いただきたいと思います。宮本武史君。限られた財源論というのはもう少し後で議論したいと思うんですけどね、私は子どもたちの気持ちっていうことをしっかり考える必要があると思うんですね。ある私立高校の生徒はこう書いておられます。私たちの学びや成長をたくさんの人たちが支えようとしてくれていることで、ことを肌で感じ、だからこそ自分もまた人々や社会の役に立っていきたいと考えるようになりました。これは支援金制度、無償化制度が入ってですね、以前はいじめの問題など一人で悩んでいた自分ですが、今は大学で法律の勉強し、それを生かして社会的に弱い立場にいる人、苦しんでいる人のためになる仕事を将来できたらいいなと思っています。子どもたちは親の貧富に関係なく社会全体で支えられている
このことを受け止めてですね、学んだことを社会に今度は役立てようと、社会にお返ししようと、こういう気持ちになるわけですよね。それだけに始めたばかりの無償性を廃止してこの優勝に戻すっていうのはね、私はやるべき政策じゃないと思うんです。公私間格差の是正と言いますけれども、今年6月9日に開催された学ぶ権利の平等について考える全国私立高校生集会、ここで私立の高校生たちが発したアピール、これ高校生が作ったものですけれども、こう結ばれております。私たちが主張する平等な教育とは、低所得者だけが救われるというものではなく、お金持ちの人もお金持ちでない人も外国人も隔たりなく本当の意味での平等な教育です。就学支援金に所得制限を設けないで教育にかける予算を増やしてくださいと、これがですね、子どもたちの願いだと思うんですよ。現場の先生たちも同じ教室で払う子どもと払わない生徒が出ることはと大変心配をしておられます。大臣、この教育にね、こういう子どもたちの思いに照らして悪影響が出ないと言い切れますか。下村文部科学大臣。まず前半のその高校生のその考え方はですね、大変素晴らしいと思いますね。すべての高校生がそういう前向きな発想を持ってもらえると大変ありがたいことだというふうに思います。でそもそも今宮本委員が言われた、あるいは後半言われたですね、平等というのが本当にそれが平等なのかという、私は本質的な部分がまずずれているというふうに思います。つまり一律的に同じようにですね、お金をまあばらまくというふうに我々は野党の時申し上げておりましたが、それが本当に平等なのか。今生きている社会の中でですね、実際格差があるわけですね。で先ほどの養護学校、養護施設の例もありましたが、その行きたくても行けないという子どもも実際いるわけです。大学進学率が 11% というところもあるわけです。でどんな子どもに対してもですね、チャンス可能性を与えるということについて、同じように全ての子どもに対して均等にお金を出すということが私は平等だというふうには思っておりません。それぞれ能力と志があって、しかし経済的なハンデキャップがあって、なかなかそれが実現できないと、そのことについては少なくともスタートのことの経済的なハンデキャップをできるだけ是正改善するための措置を図ると、これは国がやるべきことだというふうに思います。宮本武史君。いや、最初に確認したいんですね、まさに諸外国ではそんな所得制限を設けずにですね、全てに平等に教育費を社会が支えるというのは世界の常識になっていると、国際条約でもそれが確認されて我が国も受け入れていると、そこから話始まっているわけですよ。おっしゃるように格差がある、そのことが学習の、アクセスへの、障害になっている、これを救わなきゃならないという点では大賛成だと、必要だと言ってるじゃないですか。しかしそのためにこういう格差を持ち込むことが子どもたちに悪影響が出るんじゃないかということを私は指摘したわけですね。で下村大臣も答弁を聞いておりまして、高校無償化の意義を頭から否定しておられないと思うんですね。この法律の審議の過程でも、野党時代の自民党下村博文筆頭理事はですね、党委員会でこの高校無償化法案というのは財源さえ確保されればこれは望ましい方向性であることは事実ですとこう言われましたし、その後も答弁でもですね、今日も繰り返しその方がこれが維持できるならば望ましいという答弁がございました。これは非常に重要な答弁でありましてね、先ほどばらまきということは使われましたけれども、ただ単に優勝化する方がいいという話じゃなくって、もしも財政的な余裕があればですよ、あればやはりそれはすべての子どもたちを無償にしていくことは望ましいと、これはそういう立場でしょ。下村文部科学大臣。その通りです。ただ無償化の仕方としてですね、その高校授業料、公立高校の授業料相当額を均一に私立のについても出すということが、これが無償化だとは思いません。宮本武史君。先ほど教育予算が抜本的に増えるならばね、高校どころか大学もあるいは幼児教育もすべて無償にできるとおっしゃった、そういう大きなベクトルで言えばですね、それは大臣もその方が望ましいと、方向としては望ましいとお考えになっていると思うんですね。で問題はですね、そういうその枠内で議論している限り、これは本当に一歩も出ないと、今日の
大臣と私との意見のこの違いというものはですね、それは埋まらないのは当然でありまして、私はやっぱり抜本的に教育予算を増やす必要があるということをまず申し上げなければならんと思うんです。それで OECD は加盟国の教育状況の調査結果を図表で見る教育2013年版という形で発表しております。2010年の日本の GDP に占める教育機関の公的支出の割合は比較可能な30カ国中で最下位でありまして、これはもう4年連続最下位であります。大臣も何度もねおっしゃっている通りです。これは文科省にまず数値をはっきり確認しておきたい。公財政教育支出総額の GDP 比は我が国と OECD 諸国の平均ではそれぞれどういう数字になっておりますか。正規障害学習政策局長。お答え申し上げます。2010年平成22年度の公財政教育支出総額の GDP 比につきましては、奨学金等の教育機関以外に対する支出を含めた数字で見ますと OECD 諸国の平均が 5.8% であるのに対しまして、我が国は 3.8% となっているところでございます。委員長。宮本武史君。 GDP 比でまさに 2% の差がある。我が国の国内総生産 GDP はざっと500兆円でありますから、額にして10兆円これは遅れているわけですね。だからこそ大臣も第2期教育振興基本計画策定の過程では OECD 並み 2% 10兆円という数値目標を盛り込むことに意欲を示してこられましたし、その後もですね、記者会見や国会答弁でできるだけ早く OECD 並みの公的教育投資を達成すべきだと思うと述べておられます。これ間違いないですね。下村大臣。その通りです。でぜひですね、宮本委員にもですねお願いしたいと思うんですが、私も文部科学大臣になって、11ヶ月近く経とうとしている中でですね、この教育における公的、投資をするということに対しては本当に財務省の厚い岩盤があります。私はですね、この国会におけるこういう委員会のですね、答弁も自分の判断で答弁しておりますけれども、役人が答弁する場合ですね、こういう財政的に関係することについては実は財務省のチェックが必要なんですね。つまり勝手に文科省の役人がですね勝手なことを言わせないと、こういうものがあるわけでございます。でこれがある限りですね、100年経ってもこの国はですね変わらないというふうに思っておりまして、そのためにですね、文部科学省が毎年毎年概算要求してぜひお願いしますレベルではですね、これはもう解決しません。つまり今申し上げた、おっしゃったですね、OECD 諸国並みのですね 5.8% というのはこれは達成できません。ですから今省内の中でもですね、その自ら教育財源や税制改正含めた財源確保についてのですね考え方をぜひまとめていきたいと思っておりますが、それだけでも変わりません。同時にですね、ぜひ衆参の文部科学委員会、これは党派を超えてですね、ぜひ心ある、つまり教育というのは未来に対する投資だと、今この時期に我が国がしっかりとした子どもたちに対する教育投資をしなければこの国の未来はないという正しい危機感を持ったですね、党派を超えた議員がきちっと集まってですね、やらない限りは変えられないのではないかという危機感を持って、もうその政策とそして財源論と理念づくりを今省内でやっておりますので、ぜひご協力をしていただきたいと思います。宮本武史君。いやね、 6ヶ月前にはですよ、 2%10 兆円とこうおっしゃってたわけですね。でまあそれは10兆円を来年度予算で取れるかどうかと、そんなことは私もそれは可能かどうかよく分かっておりますよ。ただですね、2% 10兆円でできるだけ早くと言っておられる大臣がですね、来年度予算でこれ高校1年だけ所得制限導入して浮かせる金額が300億円ですね。この300億円の算段で所得制限を入れなきゃならんというのはもうあまりにもですね、私は落差が大きすぎるんじゃないかと。3年分やったってわずか900億円ですよ。10兆円に比べたら 1% にも満たないわけですね。我々もさらに手厚い低所得家庭への支援拡充は大賛成でありますし、
公私間格差の是正は喫緊の課題だと考えます。給付制の奨学金、これはもう繰り返し私も求めてまいりました。しかしその財源をですよ、世界の流れに反して子どもたちの中にまあ分断が持ち込まれるような無償性の廃止というようなやり方で作るべきではないと思うんですね。で、先ほど大臣も税制改正にまで言及されましたから、私どもが考えるにはですよ、高額所得者に適正な負担を求めるというのであれば、例えば第一三家優遇の税制を改めて年収3000万円以上の高額所得者への課税を1998年の水準に戻せば約1000億円 の、まあ、所得税が捻出できると。所得の再配分というのであれば、こうしたやり方こそ適正な経済的負担のあり方だと私どもは考えますが、大臣いかがですか。下村文部科学大臣。まあ、今の案は魅力的なんだと思います。今回のですね、その所得制限を設けることによって財源を浮かして低所得者や公私間格差を是正すると、つまり4000億円という枠の中での話だということについてもですね、財務省と文科省の役人同士では、文科省の役人がもう何十回言っても全くこれは滋賀にもかけないと、相手にされないと。でそのために私はですね、今の宮本委員の話からすればたかだか300億かもしれませんけど、そのために私が直接財務大臣のところにですね、直談判に何回も行って、やっとこの法案を今回出すことを認めてくれたと、その程度の話なんですね、実際のところ。ですから相当大変な話です。で今回のですね、このことについては、もしそれを教育目的税にするということを政府が認めるトータル的なですね、コンセンサスが得られればぜひ進めたい話でありますが、それとはかかわらずですね、平成27年度から 45% に見直すと、まあ、いうことでございます。まあ、現在 40%、 もともとこの最初の、1998年の時は 50% でしたから、まあ、半分はですね、それだけ財源が出てくるということですが、まあ、ぜひ教育目的税として使えるように、共産党でもぜひ支援をしていただきたいと思います。宮本武史君。そういう名前にするかどうかはね、別ですけど、私どもはこういう提案をですね、まあ、我が党としてはお示しをした次第です。で大臣は繰り返しですね、安倍内閣の最重要課題は経済再生と教育再生ですと語ってこられました。ならばそれにふさわしい公財政の支出を求めるのは当然だと思うんですね。ところが経済再生なるものをめぐってはですよ、大企業の納める復興特別法人税9000億円というものを1年前倒しして廃止して減税してやろうという議論をやってるわけですよ。その一方で高校生にはその10分の1、わずか900億の増額も要求できない、子どもたちの一部の家庭から取り上げる改悪をやろうとしております。私はこれは本末転倒も甚だしいと申し上げなくてはなりません。このような改悪は国会において徹底的な議論が必要です。それをなぜこうして通常国会を待たずに今国会に提出したのかといえば、子どもの貧困対策法ができて低所得者対策を急ぐと、給付制奨学金も早くやりたいとこうおっしゃいましたよね。大いに賛成ですよ。その300億はですね、先に出してやればいいじゃないですか。しかしその300億の段取りができない。300億なら我が党は一切受け取ったことありませんが、我が党以外の政党が毎年毎年山分けしている政党助成金はちょうど320億円ですよ。来年はいらない、高校生の低所得者支援とですね、公私間格差是正に使ってくれと、我が党以外の党がみんな言えば立ちどころに来年分は出てくるわけですよ。その程度の決断もできない政党がこのような改悪を進めるのには断じて賛成できないということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。